クリア率 1.54%。 1.54% だそうです。面白いね、こういう上手にこういうコースを作れはるんやね。これどういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ルールがわからんねん。ルールが大体このマリオは何これ、なんで最後にパズルチックになるんやん、これ。え、待って、やり方なんかうまくジャンプしていくのかな、何ができるかな。こう、お、あ、こんなのができるよ。なんかちょっと今何かをするんでしょう、これ多分。そういうことなのかな。なんか違うような気もせんでもないな。合ってんのかこれ。三段跳び。B ダッシュか。ダッシュしてくるのは間違いないかな。このマリオを知らんからね。そう、俺もそうなんですよ。このマリオをまず知らんからな。あ、これプレイってのは何なの。多分ギリギリでたどり着くんでしょ、多分何らかのことをして。やれる行動はこれとこれと3段ジャンプできないですね。何回ジャンプしてもほら何も変わらない、うん、なんかあんのかな。下向きの動いてる矢印は多分単純にこの壁からは上がれないっていう合図だと思うんですよね。急に謎解き感が出たな。惜しい。ギリ、かなりギリで攻めてこれぐらい。なんかもうちょっとヒントないかね。くるくるジャンプとくるくるのタイミングですね。これあんまりくるくるをあと頭に出すといけないんで、くるくるは多分かなりギリで、うん、むずいなぁ。むずい。手が超痛い。パッドを持つ手が超痛い。結構このくるくるが、くるくるの、くるくるをつなぐ感じにならないとダメですね。これぐらいのタイミングやな。このくるくるの硬直が切れて次くるくるに行けるタイミングを、そうそう、音ゲーですね。くるくるの、くるくるに行けるタイミングをコンまで測るって感じですかね。おら、惜しい。
あー、今の良かった、緊張した。今の良かった。今の踏み切りめっちゃ良かった、さっき。今の自分的にめっちゃ、あー、いけたと思った。おもろー、このゲーム。ふぅ。力が入る。結構上に飛んだ感じの方がいいのかな。だいぶ良くはなってきてますけどね。よっしゃー、よし、おもろー、おもろー、このゲーム、マジ何これ、おもろすぎる、これ、やった、俺もう勝ってよかった、マジで。これめちゃくちゃ面白い。ちょっと待って、これ、レコードキーパーの5000倍ぐらい面白いんですけど。よっしゃー気持ちいい。オッケー。オッケー。